プレイスタイルダンジョンの収録を初代から3代目までほとんど観覧に行きました。すごいね。ガシマさんの紹介 V に出たアスカキララさんと呂布さんの奥さんも養えて娘を大学まで出せるくらいには余裕で稼いでるんでという退場間際のコメントが放送ではカットでしたが印象深いです。呂布さんが参加した収録で一番印象に残っている回はいつでしょうか。ガシマくんが、チャレンジャーで来てた時に俺が対戦相手で出てでなんだっけな、なんか忘れたけど、俺の嫁さんに対してなんかあっちが言ったんだったかなんか忘れたけど、まあ、プレイボーイキャラを鹿島くんがやってて、AV 女優にコメントさせてるようなやつが人の嫁さんのこと言ってくれんなよみたいなことを俺多分言って、でそれって AV 女優に対するマイナスっぽい言い方だから、そのアスカキララさんのコメントごとカットされてしまったのかなっていう気もするから、あれは俺のせいでも多分あると思うんだけど、うん、なんかそれで、まあ、あっちは金持ってるマウントで、なんか、ね、貧乏なラッパーみたいな感じで言われてたんですけど、それはね、メジャーであんだけ売れてる人に比べたら、ね、金は持ってないけど、俺は決して少しも貧乏じゃないんで、ああいうとこにね、100万円ポンと持ってくるような、無駄遣いするほど稼いではないけど、うん、うん、少しも貧乏ではないので、全然普通にね、家族養ってちゃんとその子供を大学に行かせるぐらいは稼げてるんでっていう話をしたんだけど、まあなんかカットされてましたね。そういうのはいっぱい、まあ、あるんですけど、印象に残ってる回かいっぱいあるな。あとやっぱ自分が負けた回とか般若さんが抜かれた回とかもやっぱ印象残ってるし、逆にそんな時あったっけみたいなのはないかもな。とんでもない集中力で臨んでるから、フリースタイルダンジョンの収録って普通の MC バトルの時以上のプレッシャーと集中力で臨んでたから、多分それどのモンスターも一緒だと思うけど、あれってやっぱ特殊で自分一人が勝ったり負けたりっていうレベルの話じゃないよ。そうチームだから、なんかね個人戦以上のそのやっぱあるんですよね。俺が負けることで誰かがケツを拭かなきゃいけないとか、逆に俺の前に誰か仲間が負けてたらそいつの仇を取らなきゃいけないみたいな気持ちが乗っかるから、普通の大会以上にねこうギュッと入るんですよね。あれはすごく貴重な経験だったし、あれをその2代目3代目って2期も経験してる俺は、2期経験してるのって俺とフォークさんだけだから、やっぱねそれは他の MC バトル出てるやつよりね圧倒的にその経験っていう意味でやっぱ有利だと思いますよ。その何でもそうだけど、ゲームでもそうだけど、戦ったら経験値って得てレベルアップするじゃないですか。あれって実際あるから、普通の MC バトル10回やっても足んないぐらいの経験値を俺はやっぱあの番組でむちゃくちゃ得てるから、そういう意味でやっぱそのフリースタイルダンジョンに出てなかったやつとか、ただチャレンジャーで来ただけのやつとかと比べたら、まあ、その場数っていうかそのバトルに対する考え方みたいなので大きなアドバンテージがあるよなっていうのはやっぱり思いますけどね。そんぐらい集中してたんで、どれも印象に残ってるな。逆に言うとどれって言えないぐらいどれも残ってますね。ところでさっきまで俺は何の話をしてた、思い出せない、誰も答えられない、スワイプしたタイムライン、車窓からの眺め、思い出せない、誰も答えられない。